単刀直入に、自殺させる薬ってないんですか直接的にはない <laughs> 遠回しですね、では間接的にはあるってことですか自殺したくなる精神状態を誘発することはできる、ちゅうことだ難しい言い方になりましたね、何ですかその、自殺したくなる精神状態ってのは 例えば、一般的な心理学検知から言えばじゃが、心理面が内向状態から外向状態に転じるときに、最も自殺が多いと言われちょる。 内向状態の時は自信を喪失し非常に悲観的だ。だが自殺もせん。自殺をする気力すらないからだ。逆の状態もまた自殺をせん。今度は逆に非常に自信過剰で行動的なので、自らを順風満帆と思う。だから自殺などせんのだ。なるほどね。 どっちの状態でも自殺をしないのに状態が入れ替わるときに自殺するんですか内向状態には自殺願望はあるが自殺という大仕事を遂げる気力すらもないだが外向状態が始まると徐々に気力が充実し体の自由が効くようになってくるなるほどつまり自殺する気力が回復するわけですねそういうことじゃのう だからこの時期に変な気を起こさんように処方箋を施すわけじゃなでは富武氏はこの心理状態だったんですかね一般的に自殺はちゃんとした文化的な手法で行われる道具を使用してな自虐行動とは全く違うぞい富武氏の自殺は文化的じゃないですよね ではやっぱり何かの中毒と考えるのが自然ですか。最初に言った自殺したくなる精神状態を起こす薬ってのを教えてください。鎮痛薬の一部には心理を内向から外向に過剰転換させる効果があると報告されとる。それから催眠作用を持つ薬を異常摂取した場合にも異常行動が報告されとるがあまり一般的ではないのう。 その二つは検視の報告だと違うみたいですね。他の可能性はあとは病気しか考えられん甲状腺異常を引き起こす病気にしばしばそれに似た症状が報告されとるだがそれらは害して特徴的な症状が多い仏は違うのもっと突発的に発生するものはありませんかね 今回のケースと合うような突発性で自殺したくなるようなやつです。他には。そうじゃな。脳障害によって精神に異常を発生する状態じゃな。これは薬物中毒でも起こるが、脳の外傷や一部の病気なんかでも起こる。つまり薬によらなくても異常な精神状態に陥る可能性があると仏は犯人に囲まれて、 命に危険が迫っ,とったんじゃろ極度の緊張が続いてそれに分泌異常が重なってさらに打ちどころが悪くて脳に障害が起こり自虐行動に走った可能性もあるかもしれんのうーんもうちょっと省略して言ってくれませんかねはははつまり乱闘中に豆腐の角に頭ぶつけてそれで異常が発生したと言っとるんだ。<laughs> <laughs> じゃあ星には殺意はなかったってことですかねちょいと小銭を巻き上げようと思ったらたまたま殴りどころが悪かったとなんてわけはありませんねふわっはんいかにも薬物の常用にせよ精神的なものにせよ仏の身元が鍵を握っとるぞいそっちはどうなっとるんじゃ こんな時間、そろそろ戻らないとクマちゃん怒っちゃいますねおお、頑張れよ、いいお年をのいいお年を 今の皆さんは確か議員バッジが2人いたっすねじゃあ県議と市議のその先だ面白いっすね親戚同士で県議と市議やってんすかこれがずるいんですよお互いの名前で慈善運動バンバン片方の選挙中にはもう片方が別に講演会を開いて 二十二選挙運動やってんですよ、堂々と。よくわかんないんすけど、それって公選法違反じゃないんすか事前運動にならない限り、政治活動は無制限ですからね。クーマちゃん、そんなんじゃ、戦隊本部好きになった時大変ですよ。公選法くらいは勉強してください。あれ 知能繁華は無理っす。馬鹿ですから。<laughs> <laughs> お見送りしてんのは副署長とうちの課長っすね。 大石さんは友達多いから聞いてるかもしれないけど、聞いてるかない,いえ、何も。お母さん、ガムにアンペン頼みます。所長んとこに議員の怒鳴り込みがあったんだよ。あれま、そうなんですか。あ、お母さん、私にもう一杯ください。 雛見沢事件の捜査の仕方で、君を指名して陳情してきたよ。ありゃ、私はてはて。ごぼけるなよ。例の雛見沢の過去の事件、虫会してるだろ私、富竹殺しで手一杯で、そんな余裕ないですよ。な <laughs> 本当に本当にそうならいいんだけどさ。 ごちそうになっちゃいました。今月は負けっぱなしだったんで財布辛かったんですよ。助かりました。いや、いいよ。また馬教えてよ。大井さんと同じ馬を買うから。<laughs> 最近はダメです。馬の声がさっぱりですから。タクシー 令和ではまた明日。良いお年を。大石さん。はいはい。過去の事件は全部個別に終わってる。縦に並べるのはやめるんだよ。村の連中は半ば本気でたたりを信じてるんだから。私だってたたりなんか信じちゃいませんよ。大石さんは来年で退職じゃないですか。退職金でローン返して、お母さんと北海道に引っ越すんじゃなかったっけ 婆様がどうしても生まれの北海道に帰りたいって泣くんですよ。最後のご奉公なんですよ。退職金は、まあ、歓楽街で楽しむことにします。な <laughs> 所長は退職時特別賞金を見直すかもってさ。 さすがインテルの若所長は言い出すことが模範的です。でもまあ、私たちの給料が血税で支払われてることを思えば、まあ、時代の流れですかね。<laughs> 僕も模範的なこととは思わないよ。でもまあ、大石さんはそれだけの退職金をもらってもおかしくない活躍をしてきたからさ。 僕としては、ぜひ、もらって欲しいんだよ。もらえるもんなら、そりゃ、欲しいですけどね。<laughs> もらえるよ。大石さんが大人なら。運転手さん、引き止めてすみませんね。お願いします。 はあ、参ったな。ローン返済できるかな。